港を出て数分、見えてきたのは海の上の風車です。小樽市と石狩市にまたがる石狩湾新港、ソーラー発電所、火力発電所などがあるエネルギー産業の拠点です。その港の中にずらりと並ぶ風車、洋上風力発電です。かなり風が強く、この場所が洋上風力として適しているのが分かります。ブレードの長さは80メートル、最高到達点は190メートル、地上50階建てのタワーマンションより高い日本最大級の風車。1機あたり8000キロワット、14機で112メガワット、8万3000世帯分の電力を発電します。稼働は12月です。グリーンパワーインベストメントが手掛けました。2050年カーボンニュートラル実現しなきゃならないという中において、一番期待されているのが洋上風力発電の導入拡大。日本における洋上風力のマーケットを切り開いてきた。巨大な風車、どうやって建てたのでしょうか。洋上風力発電には海底から基礎を立てる着床式と海の上に浮かべる浮体式があります。石狩湾新港の風車は着床式、まず海底に基礎部分を立てていきます。発電機が格納されているナセルとタワーとブレード3枚で風車1機分、これを2セット船に積み込み自力で航行し、基礎部分に横付けすると4本の足を伸ばし、なんと船をジャッキアップ。水深50メートルの海底でもジャッキアップすることができます。自動昇降式作業船、英語の頭文字を取ってセップ船と言います。船体を海面から離すことで波の影響を受けずに風車の組み立て作業ができるのです。清水建設が建造したこのセップ船、全長142メートル、幅50メートル、造船費用は500億円、風車の資材を難なく吊り上げられる大型クレーンを搭載。港を出て風車が完成するまで泊まり込みで作業を行い、工期は通常の半分に。このセップ船が事業費削減の鍵を握っているのです。風車で発電した電気は全長およそ15キロの海底ケーブルを通って陸上に。その電気は一旦ここへ。2ヘクタールの敷地に42台のコンテナがずらり。日本最大級の蓄電池です。風の強弱に左右される風力発電ですが、不安定な発電パターンを安定した発電パターンに持っていく。そのたびに大きな蓄電池をあえて併設しようと。蓄電池で出力を調整し、電力会社に売電。さらにここで発電した電気をですね、この地域で使っていただく、それによってそれを呼び水にですね、再生可能エネルギーを使った事業運営をしたいというようなデータセンターだったり工場だったりというものを誘致できればなというふうに思っています。すでに京セラなどのデータセンターの建設が進み、今後も企業の進出が見込まれています。一般会議の石狩小規でも大規模な洋上風力が将来的に計画されています。数万点に上る風車の部品製造に加え、メンテナンスといった関連産業の集積も期待できます。今日ご覧いただいた内容は日経電子版、日経チャンネルのほか、TVH の YouTube でもご覧になれます。ぜひご覧ください。